はい、こんにちは、こんばんは。災害から逃げた男、ゆきやでございます。うんこだな。はい、どうも。誕生日に予約を入れといたけど、約束していた人が誰一人来なくて一人ぼっちになった男、しゅんと申します。ということで、今回はですね、あの、失踪したと思われてたシリーズ、SCP-096 から逃げられる説をやっていきたいなと思います。あばば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 でね、しずさん、なんで今までしてなかったのか、なぜしなかったのか、なんでですか。なんでだろう。なんでだろう。正直言うと、ちょっと引っ越してしまって回線がクソすぎてね、ちょっとやる気が起きなかったっていうのがあったんですけど、ちょっと無事ね、ちょっとやれるようになりましたということで。やったー。何ヶ月ぶりマジで。何ヶ月ぶりだー。もう何ヶ月ぐらい。やんねえ。もう多分誰も見ねえ、このシリーズ多分。だからまあほんまに今回はね、もう誰も見ないと思うんで、逃げ切りたいなと思います。イエーイ。おい、このシリーズ好きな方、これからも続いてほしい方、これからも見たい方は、ぜひチャンネル登録、高評価、通知設定、コメントよろしくお願いします。でね、まあ、過去の動画にはなるんですけども、概要欄に災害から逃げるシリーズいろいろやってるので、ぜひ見てください。見て。初めて見た方に説明しますと、 SCP-096 とは顔を見た者を必ず殺す SCP でございます。そして久々の登場、こいつが SCP-096 だ。うわー。ああ、ということでね、今回のマップなんですけど、多分知ってる方はいると思うんですけど、不死身の爬虫類とね、戦った場所のマップでございます。で、今回はですね、ちょっとまあ、いろんな検証を本当にさすがに持ってきたんですけど、ちょっと現実性がないものまですごい含まれております。災害自体もあれやけどね、現実性ないんやけど、まあ、揃いっちゃおしまい。マジでやばいやつ持ってきたから、今日ほんまにやばいじゃん。マジでびっくりするようなやつ持ってきたから、今回はやっていきたいなと思います。思います。ということで、一つ目なんですけども、一つ目、はい、もうちょっと久々ということで、まあ、肩慣らしに隠れよ、うん、最初は。ああ、久しぶりね。初めての方もいると思うので、まあ、最初はそうだ、ね、ちょっとあの隠れてみて、まあ、来るかどうかを検証したいなと思います、うん、ということでやってきました、こちらのホラー穴でございます、はいはい、ワンチャンさ、シャイガイの身長じゃ入れない説あるぐらいのホラー穴なんだけど、 あるね。いや、うん、この奥の方にね隠れようと思ってて、いやでも結構広いんよ。ワンチャン、ね、ワンチャン来ないっていうのもあるかもしれん。ここら辺いればさ、ワンチャン来ない説あるかもね。ということで、彼をね呼び出したいなと思います。思います。ということでですね、最初にいた位置にシャイガイがいます。結構離れてます、マジで。もうめちゃめちゃ離れてる、正直だいぶ遠いね。でね、この爆弾を爆発させたらヤツが来ます。今年初めての、2021年初めて行きます。あれ、あ、来た。だー、おい、始まりました。お久しぶりだ、この感じ。久々、久しぶりだね。このガクガク感も久しぶりだな。いやマジでさ、久々でちょっと怖いんよね。え、来るのかな。え、待って、久々やからさ、ちょっと分かんないよね、マジで。来るのかも分かんない、正直、うん。わかんない、わかんない、わかんない。怖いんやけど、ちょっと待って。え、こんな楽しかったっけ。こんな。まあでも結構距離がありますんで、まだすぐには来ないと思うんですけど。そうだね。いや、やつは本当に来るのかですよ。まあさすがに来ないでしょ。山奥まで逃げたらさすがにね、来ないんじゃないかっていう説あるよ。今とか。どこ行ったん、ちょっと。大丈夫。どこ行ったん、マジで。え、どこ、え、いないけど。は、お前よりシャイガイさっき来たら俺めっちゃ怖いんやけど。どこ行ったの。あ、そっちか。ということで、二つ目なんですが。二つ目さん。いやー、もうね、一回目めっちゃ怖かった。もうここから、ちょっと頭おかしい作戦しかありません。まあ、多分最初からみんなそう思って。なんか、今までやってきたことって、なんか、ほんまに塞いだり、逃げたり、倒したりとか。なんですよ。で、一回も奴に向き合ったことがないんですよ。向き合ったことがない。仲間にできるんじゃないかみたいな。
まあでも、まあ、俺も慣れないと思うんですよ正直。だから、うん、今回は、はい、こちらモンスターボールを持ってきたんで無理やり仲間にしますということでね、まあ俺がモンスターボール、シズがマスターボールということで、俺が捕まえきれんかったお前がマスターボール投げてくれ。任せてよ。無理やりやつと向き合います。これで無理やり仲間にします。ポケモンもそういうもんやから、ほんまはこいつと仲良くなりたくないのに無理やり捕まえられてで仲良くなってるから俺ももう無理やり向き合おうかなと思って、もう無理やり、うん、無理やり。痛い。行くよ。オッケー。は？ちょっと待って。マスターボールだけど、マスターボール。あ、マスターボール。ありがとう、今まで。ということで、しずさん。はい。まあまあまあ、ここはね、まだまだ遊びですよ。我々は実は、8ヶ月、これを開発してたんですよ。ある武器を開発してました。これです。それこれです。ちょくね。ちっちゃいね、すごいね。これを使えばやつを止めれるんですよ。ということでこちらの銃はフリーズガンでございます。フリーズガンってことは殺せないのは分かってるんで、もう凍らして動きを止めると。うお、プロメアだ。もうね、見といてや、ほらすげえ。え、プロメアじゃん。あ、プロメアだ。え、すげえ。やばくない？やばくないこれ。この人たち何？あ、これはリスナー。赤かけリスナーで、シズさんこちら見てください。173 SCP-173 これ分かると、みんな知ってると思うんやけど、まあまあこいつってこう見てないとね、来るんですよ。いやー、来てる。お前ほらもうね、こいつ後ろ向いても来ないです。凍ってるんで、はい、凍ってるんで、もう動かないです一切。ほらもう見て、ほんまや。これを使えばやつも止めれると思うんですよ。何やそんな。いて、ということでね、またやつがね、あそこでね休んでいるんですよね。フリーズガンを使って凍らそうかなと。ああ、シャイガイさんよ、もうお前を、もうお前を凍らしちゃえばな、もう終わりなんだよ。お、やる気になったらいいぜ、凍らしてやる。行くぜ。あ、ごめん、間違えた。俺かい。行くぞ。行きます。え、凍らない？あれ、サイガー君？あれ、嘘。え、サイガー君？凍らない？あ、サイガー君、なんで俺のことそんな好きなということで、はい、全てが水の泡というか、全てが打ち砕かれてね、来ているんです。失敗に終わってしまいましたね。正直これが最後なんですけど、もうこれのために今日はやりたいって思ったぐらいもう最後に結構すごいのを持ってきてます。はい、シズさん言ったれ。なんと今日は時を止めます。ということでシズさん、ちょ、時を止めてみてください。はい、あ、いいよ。早く、時を止めて。ちょっと AV みたいな。The World！ おぉ、これが、え、動かんの？時を止めた時間です。え？ほら、動かないでしょ。動かない。え、これってさ、銃とかも？これ銃は一応撃てるんだけど、何も聞かないでしょ、こんな。聞かないやん。え、これ動かした瞬間死ぬとかある？もしかして。え、やってみてよ。ザ・ワールド、そして時は動き出す。うわ、すごっ。え、やばくないこれ。これが今日の能力です。エッチエッチだね。エッチ。これを使えばシャイガイであろうが時が止まるんで、俺たち追いかけることができないと。できない。そして射程は無制限だ。でね、今回、あちらの町にまたシャイガイがいるんですけども、まあ、今回ですね、なんかカメラに映すとちょっと面白くないのかなと思ったんで、今回カメラなしでこれを押したらシャイガイがいつも通り来るんで、まあ、あの爆発した瞬間に時を止めてもらおうと。そうだね、来る前に時を止めればいうことで動けないから。いや、あいつであろうがこの V の世界には勝てない。ということで行きます。来たー。よし、止めた。時を止まれ。よし。いや、ほんと今時が止まってるんで、さっきと一緒で。そう、これ時止まってるから。その証拠にね、この銃とかも、ほら。あ、サブねえわ。おつんなかった。
なかった。ショットガンとか決まんのかな？え、なんで？